ロート軍は、バイエルン州、ミッテル・フランケン行政管区の南東部に位置する軍。隣接する軍は、北に、フィルト軍、軍独立市のシュバーバッハ及びニュルンベルク、東にノイマルクトインデア・オーバープハルツ軍、南に、アイヒシュテット軍及びバイセンブルク軍、ゼェンハウゼン軍、西に、アンスバッハ軍である。軍域の南部は、海抜600メートル程度までのフレンキシェアルプである。 北部はその、先山地方とミッテル・フランケンボン地に属す。最大の川は、レドニッツ川である。この川は、軍内のゲオルゲンスグミュントで源流のフレンキシェレッザと、川とデュベービシェレッザと川が合流してできる川で、最初は東に、その後北に向かって流れ、シュバーバッハへ流れ去る。この他に、マインドナウンガが軍域東部を、北から南東へと流れている。ロート軍の地域が、 初めて、バイエルン領となったのは1803年である。この時、ヒルポルトシュタイン地方裁判所が設けられ、1808年からは、シュバーバッハ地方裁判所及び、プラインフェルト地方裁判所が設置された。これらの裁判所は、レーツアトクライスに属した。このクライスは、1838年に、ミッテル・フランケンと解消される。シュバーバッハは、 1809年にはすでに軍独立士となった。1858年にプラインフェルト地方裁判所はロートに移転した。1862年、ロート地方裁判所とシュバーバッフハ地方裁判所からシュバーバッフハ管区部長が創設された。ヒルポルトシュタイン地方裁判所はノイマルクトインデア・オーバープハルツ管区長に属した。1879年にヒルポルトシュタインは 独立した管区長となり、それまでバイルングリース管区長に属したグレーディングがこれに属すこととなった。この新しいヒルポルト・シュタイン管区長はミッテル・フランケンクライスに組み込まれた。1922年にシュバーバッハ管区長はニュルンベルク沿いのいくつかの町村がシュタイン・バイ・ニュルンベルクとなることで縮小した。1939年からベザー・アクセントはランドラ・ゼムツに これに属すバトゥーシクは、ランドクライスすなわち、軍に解消された。1972年のバイエルン州の市町村再編で、シュバーバッハ軍の大部分とヒルポルトシュタイン軍の大部分から、新しい軍が編成された。ヒルポルトシュタイン軍の残り部分は、アイヒシュテット軍あるいはバイセンブルク軍ツンハウゼン、軍に編入された。シュバ,バッハのいくつかの町村は、アンスバッハ ニュルンベルク氏、シュバーバッハ橋に組み込まれた。1973年に、この新しい軍は、現在の名称である、ロート軍と解消された。ズ柄、ガラ、基部から三角にせり上がる金色の図形により左右に、分割。金字部分はその中に、デザイン化された、銀のしべと銀の角を持つ赤い花。向かって、左は、銀と黒の一末模様に四分割。向かって、右は、 赤字に、下から生えるように描かれた銀の死境図へ。解説、この紋章は、現在この軍が存在している地域を過去に収めた、領主を示している。ブランデンブルクアンスバッハ編脅迫に由来する、いわゆるゾレルンの四分割とアイヒシュテット死境本部に、由来する、死境図へである。その間の金の三角は、ヒルポルトシュタイン周辺のプファルツノイブルク領を示す。 赤いバラは、いわゆるアシルローゼで、1797年まで、ロートには、皇帝の保護地が置かれていた。ロート軍は、1955年に、ズデーテン地方のジャティッツ氏やザーツ軍を追われた、ドイツ系住民に対する協力関係を申し出た。バイエルン王国は、国営幹線鉄道ニルンベルク・トロイヒトリンゲン、1 5 8 4 9年に開通させた。 シュバーバッハヤロートはこの沿線に位置している。ロートではさらに、1888年に、グレードルの愛称で呼ばれる国営のローカル鉄道、ヒルポルトシュタイングレーディング線が開通した。シュパルトには、1872年すでに、ゲオルゲンスグミュントからの短距離のローカル線が、付設されていた。ローカル鉄道の、コイヒト・ベンデルシュタイン線及びブルクタン、アラースベルク線は、 幹線鉄道ニュールンベルクレーゲンスブルク線から分岐する形で、それぞれ1886年と1902年に開設された。ロートヒルポルトシュタイン間のローカル線は全て廃止された。これにより、軍内の鉄道網は 80km から 39km に縮小された。ありがとうございます。